मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना नोट से बनाते अपने हेलो नमस्ते कोन्निचिवा ये हाय 今日は何をするでしょうかまたカレー作ってくれんのどうやって遠隔で遠隔で届けるシンガポールからそれは無理やったはい今日はちょっとまた新しいことをしようと思って先生を用意しましたマスター何の先生でしょうかえボリュートボリュートの先生あそれもいいけどそれもいいねんけどカレーこれカレーはまあ置いとこカレーはもう置いとこうちらさインスタライブとかでよくやっててさよくヒンディー語喋れるっていう話会話あるやんかでまあうちら全然喋れないっていうところで今回はヒンディー語の先生を用意しましたついに今日はあの EP さんっていうもともとインドでその英語を教えてる教室なんですけどそれが、日本にも来て、まあ、英語だけじゃなくてヒンディー語の教室をオンラインでも、まあ、対面でもやってるみたいなんですけど、まあ、オンラインでもされてるっていうことでそれを今日は体験レッスンを受けていきたいと思いますイエーイ自己紹介となんかボリウッドの映画の中のセリフを教えてくれるみたいなんでちょっとそれを習得していきたいと思います頑張るはい、頑張りましょうではレッツゴーナマステーナマステーナマステーメラナムサンチェッヘマイネームイズサンチェッ今日は初めてのヒンディー語ということですねよろしくお願いします今日は自己紹介からやっていきたいと思います。で、その中にですね、いくつか単語が出ますので、その単語をひとまず紹介していきたいと思います。じゃあ、そうしましたら、こちらはまずは日本人っていう、単語ですね。基本的にこちらに当てはまるヒンディー語の単語は、どちらかというと英語から借りているわけですね。英語だと、Japanese or Japan って言いますが、ヒンディー語は Japan をもう少しちょっと変えて、でヒンディー語並みの、発音になって Japan と言います。で、これは日本のことですね。日本のことはヒンディー語で Japan どうぞ。Japan。Very good。あ、いいですね。Japan。で、日本人になるとこれは Japanese になります。はい、どうぞ。あやかさん。Japanese。Japanese。Very good. はい、千春さん。ジャパニー。野原さん。ジャパニー。Oh, very good. ちなみにですね、日本語になると、日本人と日本語、別々の単語ですね。ヒンディー語は面白いことに同じ単語になります。ジャパニーは日本語という意味でもあって、日本人という意味でもあります。何々。メー。はい、例えば。メー、そうですね。一番最初に、あやかさんがメラナムっておっしゃったんですね。まあ、メラナムの目にちょっと鼻の音を入れるんですよ。うんっていう音。日本語ってこの鼻の音。あ、そう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 。はい。メメメいいですね。メ、ジャパン、メ、レタ、フン。というと私は日本に住んでいますという意味になります。だから日本語と順番は一緒ね。あ、そうそうそう。あ、ジャパン。英語は逆じゃないですか。あ、そうそうそう。in Japan、はい。はいはいはい。日本で、はい、はい。日本語の場合は主語があって目的語があって動詞があるんですね。私はご飯を食べますって言いますよね。主語があって私はご飯をっていう目的語があって、最後に食べますという動詞があるんですね。ヒンディー語になっていくと、なんと日本語と一緒で SOB になります。なのでヒンディー語、日本語が学べる人がヒンディー語の文法はとても学びやすいです。私の名前は何々です。私の名前、うん、千春です、うん。そのままの順番です。千春さんからいきますね。はい。メラ。メラ、ナム、千春、フ。
Okay, no. Hey. Hey. Right. Hey. Hey. Very good.全員3人とも一緒にメージャパニーフン。メージャパニーフン。ではとりあえず一つ確認ですが、自己紹介皆さん覚えてますか？私は日本人です。はい。メージャパニーフン。ジャパニー。Very good。いいですね。メラナム。メラナム。え。ノバラ。へ。あやか。へ。メリーウムルビーさんへ。So today we will be talking about a movie called Gully Boy. Now we will watch the trailer of Gully Boy. Safina, तुम्हें cooking आती है? नहीं, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा, एक दिन मैं आपका liver transplant कर सकती हूँ. हाँ, मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना. नोट से बनाते अपने बेटों को ये star. मेरे boyfriend से गुलू गुलू करेगी तो भपकेंगी ना उसको. अच्छा, बहुत बड़ी गुंडी है तू. अच्छा, छोड़ ना, sorry, फिर से नहीं होएगा ऐसा. कहाँ मेरी कसम? मर जाएगा तू. Did you understand anything? Oh, no. Not at all. So first. Okay, all right. We will first learn a few words and then we'll practice and watch the video again. Could you read this, please? Ati. 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 Hai. Ati he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 . Yes. Okay. Ati he. Yeah. It means to come and to know. Aapka. Aapka. Yes. Do. 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 Tengi. Tengi. Dhop t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 engi. Yes. Yes. Dhop tengi. It means to hit. Dhop tengi. Nobara-san, could you say it? Chor. 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 Yes. Okay, great. It was good class. Okay, that's great. Okay, I hope you enjoyed yourself. And yeah. I hope you can say the dialogues. Yes. Dope thing, Ina. Do you have any favorite word? Marja esa. Marja. Okay. सोफीना, तुम्हें कुकिंग आती है? नहीं, लेकिन आगुरा साहब कुछ नहीं लगती। एक दिन मैं आपका लीवर ट्रांसप्लांट खा सकती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड से गुरु गुरु करेगी। तू तो देंगी ना उसको? अच्छा, बहुत बुरी गुंडी है तू? अच्छा, छोड़ना सॉरी भी नहीं होएगा ऐसा। कहाँ मेरे कसम? मैं जाएगा तू। जमीन अपनी पर नोट दिखाकर साइन लेना ड्रग्स लाए ये फिर धकेल देंगे क्राइम पे ना हाय ビデオは楽しんでいただけたでしょうか。まあうちらの発音はめちゃめちゃ悪くて片言というよりかもうボロボロやったと思うんですけど、まあトレーラーに似せてみました。 EP さんのレッスンを受けたい方は概要欄にウェブサイトのリンクを貼ってるのでぜひチェックしてみてください。ではこのビデオが楽しかったらグッドボタンとチャンネル登録とコメント、シェアお願いします。ではまた次のビデオで、バイ。